TV をご覧の皆様、こんにちは。正重ゆうきです。本日は新番組新大アテンションプリーズ、やったということで、タイトルにもあるようにですね、新大を打っていきたいと思います。今日打っていくのはですね、新大 PC バー戦記絶唱シンフォギア3黄金絶唱、合ってます、はい、こちらをね打っていきたいと思います。はい、そしてですね、今日の目的地70億の絶唱フィーバーということで、かなりね遠い目的地になっております。いや、ほんとたどり着けない可能性の方がめちゃくちゃ高いと思うんですよ。今日導入の今日初打ち、もうほんとまっさらな状態から行くので、どれくらい遠いのか、はい、まだねちょっと体感は全然できてませんなんですが、ちょっとそこを目指して頑張っていきたいと思いますので、早速実践行ってみましょう。それではしっかりと台の方を押さえさせていただきました。 PC バー戦記絶唱シンフォギア3黄金絶唱です。早速打っていきましょう。はい、いや今日導入ですよ。もうめちゃくちゃ並んでたんで、本当にマジで取れないかと思って、でもしっかりとね取れたから、いやもう見せましょう。はい、ということでですね、こちら、シンフォギア3なんですけれども、まあいつも通りライトミドルタイプです。199.8 分の1で、シンフォギアチャンスゴールド、はい、ラッシュですね。こちらトータルの突入率が約 63% になってます。ただすごいのがさらに上がありまして、上位ラッシュ、オープニングからずっと言ってる70億の絶唱フィーバーっていう上位ラッシュがあります。シンフォギアチャンスゴールド中に 2.5% を引かないといけないのかな。なんかね、そこをまあ行くと、急にゲーム性が変わります。 70% ループになって、まあ、残りの 30% 引いてもシンフォギアチャンスゴールドに戻るっていう感じになるんですけど、このね 70% ループしてる間がちょっと演出見たんですけど、マジでユニコーンだったすごい速くて、そう、もうね打ちながら当たってるよーみたいな、当たってるよーってすぐなってたんで、いやもうぜひやってみたい。入賞時フラッシュがここに来てたりとか、この絶唱っていうのも、まあ、変動開始時に光ったりとかするらしいんですよ。なんかね見逃しちゃうかも、シュンってなんかなったりとか、下から上に行くとすごい大チャンスだよとかあったりとか、あと一番変わってるのがここ、はい、新しくつきました役物、アクシアの風でいいのかな、はい、風が吹いてきます。これ風が吹くともう大当たり濃厚、はい、なのでちょっといい風を、ね、たくさん今日は浴びたいですね、はい、ちなみに、カスタマイズもできます。私割とやっぱ好きなんでつけがちなんですけど、とりあえず一旦、まあ、カスタムなしでとりあえず打っていきます。はい、初めてなんか保留変化、さっき読みが入ってますね。あ、赤い、え、はい、いや今の赤いのもまあまあ3割くらいはあったのかな、すいません、ちょっと今すごいざっくり言ってます。バリアフィールド、うん、バリアフィールド、あ、赤特大 37.5% ですね、うん、ワンチャンあるかも、あるかも。やっぱちょっと保留変化あるだけでね、先読み入れてないのにワンチャンって思えるのいいですね。さっき言ってた、はい、チャンスリーチラインもなんかおしゃれだな、なんか、ま、マージャンみたいだな激走、いやそうですね、なんかこの演出もなんだろう、何期みたいな、シンフォギアの何期目だっけな、4期くらいのやつなのかな、これが。なのでもう敵キャラも全然今までと違いますよね。はい、ゲジさん、え、早速全然当たってくれてもいい。上プチュン来た、
絶唱、ほらかっこよくないですか、かっこよくないですか、すごくない、こんなクルクルしてなかった前、めっちゃかっこいい後ろ、はい、絶唱演出入っております。激しい、相変わらず激しい、はい、なんかどんどんかっこよくなりますね、すごい、あ、最強、噂の最強リーチだ、やっぱりさっき言ってたのはそういう煽りだったんですかね。でこれチャンスアップが何かしら入れば 80% で絶唱も絡んでのやつなんで当たるでしょう一発目からこんな強いリーチ外さないでしょう、決める、ちょっとチャンスアップはあれどうだろう、でも決める、ぶん投げる、やったー、風来てます、風来てますはい、すごい、なんか皆さんが拍手してくれてる、嬉しい、やりました、お、72回転総資が4000円です、はい、まあ、直行ルートかどうかはこのラウンド中に分かるのかな、ラウンド中か、まあ、もっと後に分かるかパターンも、ね、あるらしいんですけど、はい、まあ、まだ分からない、まだ可能性は全然あります。あ、これで完成すれば、え、待って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 、来たーいきなり直行直行、ちゃんと引いてました、 26%、 25.5 の方すごい、はい、え、怖い、わかんないです、だとしても、え、待って、なんかもういろいろわかんなくて 不安というか、あ、これはでも普通のやつか、あー、普通のやつですよね、た、うん、いや、ちょっと50%っていうのは、あ、ごめんなさい、待って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 、もういっそ忙しい、ごめんなさい、全然私響きで戻そうとしたか、戻しちゃった、たたたたたたたもうなんかついていけてないです、はい、まあまあまあいいでしょう、ちょっと一発告知みたいな感じですよね、調べとキリカちゃんのやつ、はい、行きましょう、ここからはこの3回転は食当たりゾーン、3回で引けなかった、はい、押すと分かるです、押しちゃった、7.8分の1、11回転で、ああ、デースフラッシュ、うわー早速ね、早速もらっちゃった、いや、これ外れたと見せかけて、はい、押せー、やったー、こんな順調でいいんですかすごい、よかった、いや、マジで今日いろいろ不安なことがね、いっぱいあったんですよ、そうで本当に最悪、もうここまで見せられないかなって、初打ちね、取ってシーフギアチャンスゴールド突入できるかってすごい不安だったんですけどありがとうございます、ヒレンちゃんという狙え、いや、ちょっとね、いや、このペースというかこのままいけばワンチャン70億の絶唱フィーバーまでいけちゃうんじゃないかはい、プッシュフィーバー、4ラウンドですね、うん、
右打ち中半分が10ラウンドで残りが4から7なんですけど、あ、変えとこう、ちょっとごめんなさい、響き響き響き、あ、またほらまたほらやっちゃいそう、あ、通り過ぎちゃった、はい、じゃすいません、なんかいろいろバタバタしちゃった、わちゃわちゃ、翼でも翼好きなんで、あー、いいいいいい即当たりそう、楽しい楽しい楽しい、超えましたね、いけ、はい、あ、逆だった、ギア V アタック、それオープンだということなんですけど、押し、押し続けたらいいの、はい、はい、超えてます、もうね、いっとるやんねいっとるやんっていう、はい、すごいすごい、ライトミドルですよ、いいんですか、こんな1500ももらっちゃっていいんですかね、50% でもらえるすごいですよね、耐えるために押せー、やったはい、保留連までいただいちゃいました、 V ストック、わーすごい、いい風いい風、 V 放出、めっちゃ V が回ってますよもうそう、この演出もね、すごい翼の演出すごいいいんですよ、これろうそくが消えてるんですけど、ふって言って風が吹いてくるらしいです、まあそうじゃないパターンもあるんですけど、今多分そうじゃなかったんですけど、ふっていう翼がふってやって風が吹くみたいな、いやー気持ちいい、で今日めっちゃ外暑いんで、もう今すごい涼んでますこの風で、アクシアの風、もう世界一気持ちいい、めちゃくちゃ引き強っキャラだと思ってる人はでも多分世界で3人ぐらいしかいないと思います私のことを引き強いっていう人は、うん、3人ぐらいですねはい、フィーバー、まあ、ここはね転敗しますね、まあ、偶数より奇数、奇数より3、3より7の方がもちろんいいんですけど、あー、チャンスアップ先盛りはない、3、あ、1、1か、いや確かに入るのも早かったけど、やだまだ抜けたくない、風来ない、あ、すごいこの待ってる時間怖い、やだ、あー、でもまだまだチャンスはあります、復活、最後の復活にかけましょう、流れ星、星流れて、あ、めっちゃ速い、あ、めっちゃ速かったはい、速かったんですけど、まあ初当たりも早かったですね、こんなもんですかね、とりあえずは、はい、早速、シンフォギアチャンスゴールドやれたんですけれども、まあね、今日の目的地は、最終的な目的地は70億の絶唱フィーバーなんで、まだまだ目指していきたいと思います、あ、まあせっかくなんでカスタムしときますか、もう1回当たったし、はい、まあ割とよくやるのが、まあ私的にはデバブルアップと先読みチャンス、まあこれなんかおなじみじゃないですけどよくある組み合わせだと思うんで、はい、ちょっとつけておきます、あ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 、来ましたあー、変化も来た、あ、デュランダル来た、かっこいい、やだもう初代からこれ超いいですよね、デュランダル保留早いです、いやもう全然休憩してないですよこの子ねえ、でまた演出が
おしゃれですね。はい、ぶん殴るデュランダルあ、またここでね、なんかミニ液晶でちょっとやってましたけど、なんか出てくる時もあるんですよね。あ、これに行くんだ。あの S2CA みたいな、トライバーストみたいな感じで、あの図柄が増えていくやつですね。インフィニティ、劇場、劇場かな、あ、すいません、劇場インフィニティリーチで、なんかちょっとね、ちょっとやり方違いますね、今までのと。え、これ1ラインってことでいいんですよね。1ライン1個だと大当たりの子、1ラインってことでいいと思うんですけどなかなか見れないですよね、逆に。はい、やったー。はい、まああのそうですね、先読み と、レバブルが絡んでるので、まあ、これで 95% あったっていうのとで、こういうあの先読み、あのレバブル入ってての弱いリーチはもうかなりね、ちょっといろいろ考えるとかなり熱いんじゃないかということで、はい、早かったです。持ち玉で当たりました。はい、まあこれですね、アダムを倒しシーフォギアチャンスをつかみ取れ。いやもうこれ2タイプになったんですけど、バトルタイプとトップ告知、ちょっとまあいつも通りバトルタイプで一旦行こうと思います。はい、5回転1プラス4回転ですねの5回転で約 7.8 分の1引けるかどうか。ちょっと入らないな。はい、え、待ってね、あ、これはデフォ、これはデフォ、いや、そんなことない気がするよ。ブルリーましたね、レバブルしてましたね。ちょっとはい、変わるんじゃない、絶唱とかなってくれてもまだまだってなって、はい、ちょっとなんかブルブルしてました。入賞時結構ね早い段階でしたんで、え、ちょっと変わってなくて、クリスと翼ってなると基本的にはえ不安ってなるんですけど、いい顔しますねアダム。はい、ここも白赤で上に金ができました。金は大当たり濃厚です。ほら来た、ちょすごい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 、はい、1回転目から取ってましたやばいな、もう早速突破しました。ちょっと振り分けには負けてますねまあ、増殖タイプ、本当今まで通りですね、増殖、図柄が多い方がチャンス。はい、ゴールド突入です。ねえねえ、やばい、もう取ってた、打ち始める前から当たってました。ただ右打ち中 50% あるんですよ、1500。本当すいません、見せられなくてすいません。4回、5回当たって4回4ラウンドな気がするんですけど、気のせいですかね最速で最短で揃ってはなかった。3回転即当たりでは取れなかったですけど、はい、振るっていいのに。転廃してほしい。5、わー、え、見えます、あ、どうなんだろう。ちょっとね、アクシアの風のところが回ってたんですよ。しかもね、赤かったんですよ。ちょっとね、いろんな、本当取らなきゃいけないとこがいっぱいありすぎて忙しい。赤ボタンでしたね、今ね。行くぞー、はい、図柄3つ、はい、引き続けて、はい、貫け、いけもう本当
当忙しいな。はい、次こそ10ラウンド取りたい。 V を狙え。次こそ1500欲しい。はい、まあ、突破してないけどやったやぶいアタック。引くって珍しいですよね。一直線に。はい、立花の勇姿を目に焼き付けろみたいなこと言ってた。最大獲得ありがとうございます。いや、ちょっとさらに上をちょっと夢見ちゃいました一瞬ね。ストックあるかなって思って、まあ、継続すればするほど、はい、可能性はあるので。ドン、あ、なかった。になのか。いや、風がもう来ないかな。緑だけど、一つの緑。ちょっと怖いな。頑張れ。いや、でも大体ね、やっぱ残り4個とかで当たってるときは流れ星パターンだと思うんですよね。だからまだ全然ある。ある、なかった早いな。一回一回がね、すごい、もうすごい短いですねあれ、おかしいな。先読みチャンスを外しましょうか。ちょっとレバブルだけにしときます一旦。はい、無駄になった。回ってます。上のアクシアの風の焼くものが今回ってましたけど、まあでも色がね多分あって、赤い時ありましたもんね。あれがなんか強そう、白だったんで。はい、あ、待って、レバブル来た、レバブル来た、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 このタイミングで来ました。激勝インフィニティ、いける。ゴーゴー。え、これ1個ってことでいいのかな。なんかいっぱい並ぶんですかね。1個しか見たことないから私ねえ、いけちゃう。ありがとうございます。はい、いけちゃいました。すごい、本当。いや、結局あの分母までねえはまらず、今日は分母もはまらないです。やった。次あの違う当たり方見たいんでね、うん、直行じゃなくても。はい、トップ風を起こしましょう。はい、トップ告知タイプ、ちょっと風あのなびかせますね。前髪をなびかせます。はい、最終決戦開幕、行きましょう。トップ風を起こします。1プラス4回転5回転で7.8分の1。行きましょう。いや、ちょっとさっきねレバブル来たんだよなあれめっちゃ良かったですよね。入賞時にレバブルピュッみたいな、ブルッブルッみたいなの感じたかったな、また。はい、いや、でも風を感じましょう。青いんですけど、でも青でも全然いけるって言ってた。これ2個で保留1個分の、まあ、抽選というか
演出見せてる感じですね。なのでまだ1個目、緑とかになれば 50%、 約 50.6%、 赤で 80.2%、 金とかニゼアも大当たり濃厚です。今のところすごい何事もない何事もないんですけど、頑張れ風アイコン。普通だとね 8%、 特大だと 66.7%。戦慄ゾーン行こうと、ボタンが出れば 72.3%、 どっちもお願い。なんか戦慄ゾーンみたいなことにならない。カチパー、あ、待って、風来たんですけど、え、来た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 、ねえ、引いてる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 、何のチャンスアップもなくしれっと風来ましたね。やったー、わー、やった、すごい2台並んで同じようなことになってますわー、引けたー、わー、絶対無理やんって思いよったのに。いくらね突入率がアップしたとて、ね、私にはって思ったんですけど、大連チャンさせていただきます。次こそ、おかしいなまあまあまあ、とりあえずね、スタートラインに立てたというか、うん、はい、いやー、まあ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 、一旦これは当てるだけでね、すごく意味があるので、今の1回はやってないやつ、連打タイプにしましょう。スーパーザンゲタイム突入で勝利は目前、クリスにします。ゴー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 ルド地獄の底で行け。7.8分の1、決めて、わー、あー、来た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 、レバブル来ました。いいですね、やっぱレバブルってなんでこんななんかテンション上がるんやろ気持ちいいねえ、よく考えましたよね、作った人すごいすごい素晴らしい。いや、もういつものいつものセリフ、早くなんかスーパーザンゲタイムレインボーにしたい、あ、押し続けて、はーい、はい、レインボー、いやー、すごいな風、美しい、なんかレインボーに光ってます、目で見てもね楽しめるっていう、アクシアの風すごくいいクリスが3人いたはい、3連チャンです。違うとこでしたねもうすごい握って待ってました、はい、はい、引き続けろ、すごいレインボーレインボー、いけー、風風、最大獲得、確か、まあ、2なのかな、1なのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、すごい連チャンした時がクリスでやってたんですよ。で、基本的に私ラッシュ中はね、なんかあんまり変えないようにしてるけどな、いや、なんかちょっとマリアだけ見てないのかな、変えた方がいいのかなって思ったんですけど、まあ一旦まだ続く、まだ続くんで、はい、もうちょっとちょっとスーパーザンゲタイムやらせてもらおうかな、はい、ホールド、
ドン、そうですね、まあ、V ストック、まあ、取れてなくても、取ってた場合かな、保留連で当たってたとしても、まあ、6割ないぐらいなのかな、出てくるのが、うん、だから、まあ、そこで、ね、V ストックないよってなっても、まあ、全然あの保留連する可能性はあるので、そう、諦めなくていいとのことです。でも早いんですよなんか毎回こうなってる気がする。ちょっとちょっとちょっと、まだやりたい位置じゃないの。激ショー行こう行こう行こうね。うん、いい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 、すごくいいよ。7点やもん。7点敗してます。ありがとうございますね。レバブルとかなかったけど、うん、もうこれは7図からの転敗は、10ラウンド大当たり濃厚です。すごいすごいわあ、早いよねスーパー懺悔タイムに行くまでがすごく早かったです。わあ、よかった。いや、なんか計算通りです、ここまでちょっとね、2回ラッシュはね、あんまり続けられなかったんですけど、いやもう3回目ここですごい連チャンしてね、気持ちよく番組あの次戦締めれると思ったんで。7、かっこいい。はい、0、早いな、早い早い早い、気が早いのよ。この子チャンスキャラじゃなかったでしたっけ、うん、ただ1個ぐらいしか入ってなかったですけどはい、もう当たってたのかもしれないけど、あ、まあこれはね、転敗しますね。いや、ちょっとお願い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 、決めたい決めたい決めたい。いつもちょっとここラストって言ってね、終わっちゃってたんですけど、スーパーチャンゲタイム。あ、結構いってるいってる。まだもっとやりたい。ちょっと1回目2回目よりは連一旦伸びてますけど、あとちょっとやん。いや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 、ダメ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 。ダメダメ、流れ星流れ星。あ、あ、最後3つ出てきた。一番最後の保留でした。よかった。いや、ここでのちょっと裏返っちゃった声が、ここでのね、大当たり確率5回転分あるからもうねえ、結構やっぱ高いはずなんですよ。もうそれをね、めちゃくちゃスルーしてたから、はあ、よかったよかったよかった。聞こえましたね。はい、しかもちゃんと弾けてる。フルオープンだ。いいよ、もうレインボーレインボー、うい、全部だ。すごいですね、この響き今更ですけど、わー楽しい。見せますか、次変えましょう。マリア、はい、マリアはやってなかったので。あー、ちょっと即当たりはなかったんですけど、マリアでも当てよう。私が暴れて何が悪い。誰かを守りたい無償の思い。
先輩、あ、ラストじゃない、ダメ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 、はい、いやー、いいと思う、いいはずなんですよ、チャンスのはず。それを一言で言うなら、頑張れ頑張れ、呼んだけどリーチでちょっと読めないんですけど、技がとこれじゃない方がいいのかな、これ以外だと大チャンス、引き続けろ、はい、いやでもそれでも3割くらいはあるのでチャンスはある。いやちょっと減らなすぎでしょこれちょっと減らなすぎですよ、やだやだ、ミク、ミク出てきて、もう一回帰ってきて、帰ってきて、マリアだけ大当たりを見せられて、あー終わった終わった、やっぱクリスでした実戦終了、お疲れ様でした。はい、ということでですね、今日はピーフィーバー戦記絶唱シンフォギア3黄金絶唱もう打ってきたんですけれども、いやちょっと楽しかったですね。シンフォギアシリーズやっぱり毎回すごく楽しいんですが、なんだろう、ワクワク感が増えたというか、こんな当たり方もするんだとか、まあレバブル演出すごいやっぱり好きなんで、まあカスタムしていっぱい出せるとか、あとはそうですね、ラッシュ中1500個もらえるのはやっぱ大きいですね。 50% も振り分けがあって、出玉カーにもしっかりと期待できるよっていう、もうやっぱシンフォギアシリーズ楽しい、はい、久々のライトミドルの機種を打って、初当たりもね、ほんとしっかり取れたので、いやもうほんといい一日でした。まあ、収支の方発表しましょうかね、投資の方が4000円1000玉です。で、回収の方がですね6841玉ということで、プラスの5841玉。いやー今日は最終目的地の、70億の絶唱フィーバーですね。そこまではちょっとたどり着けなかったんですけれども、皆様ぜひコールの方で、目指して打っていただければと思います。はい、ということでぜひまた厚姫 TV の方ですね、チャンネル登録高評価をして、ご覧になっていただければと思います。はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。